はい、皆さんこんにちは。ホワイトベースの二宮翔平と申します。はい、今日はですね、みんな大好きキャブレターのですね、説明をやっていこうと思うんですけども、キャブレターとは何か。はい、キャブレターというのは私のをかけているメガネのブランド名のことでもあるんですけど、はい、なんですけど、あのキャブレターっていうのはですね、燃料、つまりガソリンと空気、これを混ぜ合わせるための機械。イメージ的に言うとですね、霧吹きシュッシュあるじゃないですか。あれがですね、連続的に行われる状態を作り出すための機械というのがキャブレターであります。はい、で非常にこのキャブレターというのは、まあ歴史は長いんですけども、構造的には原始的なものです。はい、非常に原始的で、なおかつそうせざるを得なかったっていうですね、そういう機械なんですね。なので、オートバイの燃焼に関して、キャブレターというのは常に不完全であるというふうに、考えてください。これ本当です。で、その不完全さをどうにか補うためにキャブが2個ついたりとか、いろんな形式が生まれたりとかしてます。で、僕が持っているこの2連キャブ、これは強制開閉式キャブレターといいまして、このスロットルですね、これがアクセルワイヤーにつながってます。これをアクセルを開くと、これがワイヤーで引かれて連動するんですけども、これがギュッて開くとですね、中にですね、ピストンが入ってまして、はい、これが開きます、ね、これが開くとどうなるかというと、その分たくさんの空気が流れ込む。で、中に爪楊枝みたいなのが入ってるじゃないですか、見えますか。はい、これ先細りになってて、引き上げれば引き上げるほどこの爪楊枝が抜かれていくんですね。で、そうすると要は爪楊枝の先端が収まっている穴との隙間が大きくなりますので、より大きなガソリンをこの筒の中にですね、吹き出すことができるわけです。はい、この爪楊枝のことをジェットニードルと言います。はい、久しぶりにジェットニードルなんて言葉を使いました。でこれがキャブレターのですね、スロットルボディっていうのかな。はい、でこれがチョークですね。でこれチョークなんですけど、この形式のものはこれ引っ張っても何も現れないですね。ね、これはバイスターターって言います。で、本当のチョークっていうのはどういうものかっていうと、ちなみにキャブレターっていうのはこっちが外気側、こっちがエンジン側です。こっちの方が細いんですね。で、広いその入り口から空気を吸い込んでやると、で絞ってやると流れが速くなります。で、速くなった流れのところで一緒にこうガソリンがバーって出てくるんですけども、その量っていうのは一定なんですね。バイスターターっていうのはどういうことかっていうと、そこに穴をもう一個大きく開けることによって予定よりも多いガソリンを吹き出す。これがバイスターター、このチョークの役目ですね。で、そのチョークってなんで名前ついたのかなっていうと、昔はですね、ここにバタフライバルブ、これも久しぶりに言ったんですけど、バタフライバルブっていうのがこうついてまして、こういう弁がついてます。で、普段横です、だから関係ないんですけども、チョークをオンにするとバタフライバルブが縦になります、ね、そうするとここをこう押さえてるような感じになるんですね。ね、押さえちゃってるような感じ。そうするとエンジン側がいくら吸ってもですね、たくさん空気が入ってきません。その代わりですよ、さっきお見せしたこの爪楊枝の穴からガソリンがめっちゃ出てくるんです。これ分かりますよね。こっちにね、穴が開いてて、こっち塞いだらね、他の穴から吸い出しちゃうんだなっていうのが分かると思うんですけども、まあ、これが従来でいうところのチョークです。だからインジェクション車とかこういうですね、バイスターター形式のスターターがついているもので、チョークっていうのは若干違和感を覚える。はい、で、あとここにあるですね、マイナス、はいですね、これエアスクリューって言います。はい、エアスクリュー、これね、これエアスクリューと言います。これは、はい、でこれが何かっていうと、ここまっすぐ行くとね、ここにつながってる、この穴に、ちょっと明るいとこ行こうか、この穴のところにつながってますね、この穴のとこで、このエアスクリューを緩めていくと、
この穴が大きく開く、ね、でこの穴の下にはもう髪の毛の線みたいな細いパイプが通ってて、そこからもガソリンが出てくるんですね。で、このエアスクリューを大きくすると、ここから入ってくる空気の量が増える。空気の量が増えると、ここから吸うですね、小さい穴から吸うガソリンの量も増える。これはアイドリングを司っています。はい、ね、でこっちのメインのニードルバルブの方は、これはアイドリング以上、アイドリングから、まあ、低中高回転域ぐらいを司っているものですね。これメインジェットっていうのが中に入ってます。でこれがの奥に入ってるのがスロージェット、もしくはパイロットジェットですね。でこれがパイロットスクリュー、エアスクリュー。でそのパイロットジェットそのもののガソリンの量を調整するスクリューってのも、これはないんですけども、はい、ついてるタイプのキャブレターがあります。これをパイロットスクリューと言います。これはエアスクリュー。で、さっき言ったパイロットジェットのガソリン流量を制御するのがパイロットスクリュー。だからパイロットエアスクリューっていう表現は僕もしちゃったことあるんですけども、これはおそらく正しくないと思います。はい。で、これはドレーンです。ドレーンというのは何かを捨てるっていう意味なんですけど、ここにドレンボルトがあって、これを緩めてやると、ここからガソリンが出てきます。この中、これをフロートチャンバーと言います。フロート室と言います。この中に、ここから通ったガソリンが入って、ある一定の位置で止まってます。はい。ね。で、それが、それを抜きたいとき、ね。は、これを緩めてやると、ここからダーってガソリンが出ます。はい。ね。じゃあ、ちょっとここを開けてみましょう。はい、開けてみました。はい、かなりガソリン臭いです。画面では伝わらないと思うんですけども。これはでもかなり、なんていうんですかね、基本形なキャブなんですけど、これがメインジェット。はい。ね。これがメインジェット。これを緩めると、外れて交換できます。交換する必要ないです。はい。で、この中に入ってるのはスロージェット、もしくはパイロットジェットですね。で、ちなみにここがよく詰まるんですけど、この中のパイロットジェットを外すのって結構一か八かなケースが多いです。なんかマイナスだし、このように真鍮なんですね。で、失敗するとメリってなって簡単に舐めるんで、はい、おすすめしないです。舐めちゃったらもうエキストラクターで取るしかないですので、結構大掛かりになります。はい。で、これがですね、さっき言ったバイスターター用のバイスタータージェットとかですね、スタータージェットとかですね、いろんな呼び方してますけども、ここからその直用のガソリン吸ってます。だからこれに比べるとですね、かなり太い穴が開いてると思うんですよ。だからチョーク引いた状態だと、じゃんじゃんガソリンが出てくるっていう、そういう話ですね。はい。で、これがそのフロートバルブのフロート。はい。で、ガソリンが溜まってくると、これが浮き上がります。で、だんだん浮いてきて、ある一定の状態になると、ここのに弁がついてますね。はい。これですね。これが、ニードルバルブと言います。これ、ここにニードルバルブ、ね。ニードルバルブって、ニードロババリアって言います。が入ってますね。はい。これが動くんですけど、よくここがトラブると、トラブったり、ちっちゃいゴミとか、タンクの錆とかが入ると、ガソリンが止まんなくなって、オーバーフローでじゃんじゃん溢れてきちゃいます。ガソリンが漏れて止まらなくなるということになりますね。はい。はい。それでは、キャブレターのこのフロート、取ってみましょうかね。ここに軸が入ってます。これね、大体構造同じなんですけど、こうやってなんかストッパーがついてるタイプのものと、こうただの棒と、あとこれみたいにスポッて抜けるやつと、ちょっとかしまっちゃってるやつとありますので、はい、よくチェックしてから外してください。はい。で、ちょっと置いちゃいますね。で、これを外すと、どうなってるか。はい、こうなってますね。あ、落ちそう。落ちそう。はい、落としよう。はい。こうなってます。ちょっと泡立って。はい。で、ここがですね、はい、ニードルバルブの、まあ、ホルダーっていうのかな。座面のところですね。で、これは、このプラスのビスを外すとですね、これ取れるんですね。これ。取れます。なんで取れるかっていうと、これそのものが腐食したりとか、傷ついたり、中錆びたりとかですね、ゴミが挟まったり摩耗したりすると、いくらこのニードルバルブが新品でもですね、ガソリンの漏れが止まりません。で、大体キャブレターのトラブルっていうのは、ジェットが詰まる。
ね、それからここのニードルバルブの座面のところがになんか詰まってオーバーフローしてガソリンが止まらない、はい、で NSR とかあの辺ってこれが交換できません、はい、もうあのはめ込みなので、はい、あのここの座面がいっちゃったら終わりっていう仕様のオートバイもかなり数多く存在してますよ、はい、ちなみにこのキャブはあれですね、あの RZR のキャブ、まあ、TZR 系のやつですけども大体こうやって、ちゃんとなってます、はい、で、次これこのちょっと下置いちゃいます、ごめんなさい、はい、これがあのニードルバルブですね、この鉛筆みたいなもんなんですけど感じなんですけども、ここのところはゴムでできてます、ね、でここは小さいけどもスプリングが入ってるんですね。でこのスプリングのこの動き、これが滑らかでないものを使っていると、例えばこれ途中で止まっちゃうとかそういうのを使っているとですね、これもオーバーフローします。で、このバルブの先端のこの切りのように尖った部分、ここに大きく段付き摩耗しているようなものになってくると、そこで引っかかってですね、それもオーバーフローの原因になる。これもちょっと跡ついてるんですけども、この程度だったらまあ普通です。いつも当たるところが同じなので多少の跡はつきます、はい。であとここですね、ここがですね、あのスライドをするためにさっき の受けのところに当たるところなんですね。これがボコボコしてたりとか食してたりするとまずいので、どうしてもこれ使わなきゃいけないという時はこう一生懸命削ったりとかね、やったりします、はい。でさっきのここのニードルバルブの座の方もそうなんですけども、この中これどうしてもこれを再利用しなきゃいけないという時は綿棒の先にですね、なんかあのコンパウンド系のものをつけて、ドリルでギャーンってやりますね、まあ、それで復活すればよし、大体の場合復活しない、はい、なんですけど、あの綿棒とかあの割り箸削ったりとかしてですね、突っ込んでキューンとかやったりとかですね、昔よくやりましたけども、はい、どうしても パーツがない古いバイクの場合はそうしなければいけない時もございます、はい、では皆さんに、自分のバイクキャブレタートラブってんのかな、どっちかなっていうのが分かんない時にですね、どのように見分けるかっていうのをですねちょっとやっていきたいと思います。ただ都合よくキャブがトラブってるバイクがないので、はい、僕が口で真似します。ちなみに僕の口真似は超うまいです、はい。僕はキャブレターで苦しんでる人たちは僕の口真似だけで笑わす自信があるほどうまいです、はい。でちなみにまずエンジンかけましょうっていう時に、古い、まあしばらくかけてない場合ですね、まずプラグの方をまず疑ってください。まずプラグは新品にしてください。でそこからです。じゃエンジンかけます。でかけた時にアイドリングしない。どんなに温めてもアイドリングしない。はい。この場合は、スロージェット、パイロットジェット、あの細い方ですね。あっちが詰まってる可能性があります。吹けるけどアイドリングしない。ね。で、次、アイドリングするけど吹けない。はい。っていう時は、メインジェット、もしくは、こいつの場合はですね、強制、さっきの強制開閉式で、なんですけども、こっちは不圧式バキュームピストンですね。不圧で中のピストンが上がっていくタイプなんですけども、中にですねゴムのダイヤフラムというですねパッキンとスプリングが入っていて、エンジンが吸う空気に合わせてさっきのピストンがビューって上がっていくんですね。でそれが固着していたりとか、ここのダイヤフラムパッキンにトラブルがあって動きが悪いとアイドリングはするけど吹け上がらないっていう状態に陥ります、はい。でチョーク、バイスターターですね、バイスターターの中身が詰まるっていうことはほぼありえない、ほぼ滅多にないです、はい。なので、チョーク引いてチョーク効かないっていうのはま あほとんどないんじゃないのかなと思います、はい。でまあそれがまずキャブトラブル、普通にエンジンがかかるときはキャブのトラブルなんか疑わないと思うんですけども、であとなんていうんですかね、これシングルだから分かりやすいんですけども、多気筒車で、エンジンかけてなんかボコつく、アイドリングで一つ火が入らないとかで、プラグ見ると濡れてる、でも思いっきり回すとビューンって回って火入るけどっていう時はオーバーフローしてる場合があります。オーバーフローしてもさっきみたいにですねちゃんとそのなんていうんですかね、逃げがあるやつはそこから出るんですけども、さっきのキャブみたいにですね逃げがないやつ、要はフロート室の蓋にこういう棒が入ってるやつがあるんですよ。
これはそこからそれ以上の夢になると、あのそこからお風呂の水が溢れるみたいに全部出ちゃうので下から出てくるんですよね。で、あ、オーバーフローしてるなってのは分かるんですけども、それがないやつっていうのはエンジンの中にじゃんじゃん流れてちゃうんです ね。だから外から見るとあんま分かんないです、ね、調子が悪いなっていうだけでじゃんじゃん全然分かんない。で、そういう時はできればですね、こっち側のこれエアクリーナーボックスにつながってるパイプなんですけども、あのエアクリーナーボックスを外してもらって、で、キャブレーター、例えば2連なら4連、2連なら2連、4連なら4連というのをこっち側から見ると、オーバーフローしているキャブレーターの空気の入り口側っていうのは、ガソリンで濡れてます。はい。一つだけガソリンで濡れてます。ね、それが犯人。もしくはエンジン切った時にジャーってガソリン溢れてきますので、それを見て判断してください。はい。いいですか？キャブレーターのトラブル、調子が悪い時っていうのは、まずメインジェットおよびスロージェットの詰まり。はい。ダイヤフラムパッキンとバキュームピストンの固着トラブル、はい、でオーバーフローの原因については先ほど述べましたね、はい、になってます、はい、で、じゃあまあこれは普通のオートバイとスクーターじゃないオートバイの話ですね。でスクーターっていうのはオートチョークとかですね、いろんなものついてますので、そうしたものはまた通電検査とかしてみた方がいいかもしれない。その話はちょっと今は避けます、まあ、これはこれで実はキャブヒーター後付けで僕が自分で加工してつけたんですけども、はい、キャブヒーターですね、これね、ある一定以下の温度になると熱々になります。これ あっちっちになって、キャブの中のガソリンをグツグツ言わせてくれるっていう便利なアイテムなんですけどもね、はい、こういうのもまあチェックできたらチェック、まあこれは壊れてないと思いますけども、はい、で、じゃあ次調整の話ですね。キャブレターいじってる人、もしくは買った時にもマフラー変わってるよ、ね、エアクリーナーボックス取れててモノキャブ仕様になってるよっていう人いると思うんですね。最近はね、モノキャブとかパワーフィルター仕様っていう人も減ったと思うんですけども、それでもなんかちょっと調子悪くて、エンジンかかんだけど、なんかちょっと調子が今一つで、もしかしたら前のオーナーがいじってんじゃないかな、もしくは自分でちょっと調整したいなっていう人の場合ですね、判断の仕方を教えます。はい。まず、マフラーからアクセルをバーンと開けた時に、パンパン言う場合。パンパンですね。パン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 の人、はい、これは完全に燃料が濃い、アクセルを開けてる時に燃料が濃いのでメインジェットが大きいということになります。はい。次、逆に、今度はアクセル開けた時にキャブレーターの入り口が、モノキャブでも何でもこれでもいいですけども、キャブレーターのこの入り口側、外気の入り口側ですね、これが咳込む場合、音がですね、ここ耳、聞き耳に立てると、シューって音がするんですよ。シュー、シュー、健全な場合、シュー、シュー、シュー、健全な場合ですね。燃料が薄い場合、こんな感じです。マスクつけてくれてよかった。で、下手するとそのシュパンっていう咳込んだその吹き戻りでマニホールドごとキャブレーターがズボンって抜けちゃったりとか、ここから火吹いたりとか、こういう時はだいたい燃料が薄いです。はい、燃料が薄いです。ね、モノキャブにして何にも調整してない状態だとだいたい燃料薄い状態。で、さっき言ったように咳込むんでまともに吹き上がらないです。シューって感じで、パンパンギャホギャホギャホ吹き上がらない、ね。というふうな感じ。その場合はメインジェットを若干太く、若干ですよ。番手で言うと5とか。ね、ステップで付属していってください。いきなりね、100のメインジェット130とかね、キャブレーターメインジェットセットとか買ってくるとですね、あるんですけども、大きくメインジェットの番手を大きくすると吹き上がりが良くなるんですよ。ドバンドバンって吹き上がり良くなるんですけども、すぐかぶります。かぶる、くすぶる、
プラグにカーボンがべっちょしついてエンジン止まります。はい、だから燃料濃ければ濃いほどいいというわけでもないです。逆に薄いとどうなるか、エンストします、吹き上がれ、エンストしちゃうんですね。でこの間のちょうどいいところを探すっていうのがキャブレターセッティングになってきます。じゃあスロージェットの調整はいいの、パイロットスクリューの調整はいいのってとこなんですけども、これはいじらなくて大丈夫です。ノーマルの状態で、それはちゃんとアイドリングしてくれます。はい、それは何でかっていうと回転数が低いから、あまりその外気の流入抵抗ですね、これがあると流入抵抗ありますから、その分ガソリン吸うんですけども、スローな時、アイドリングの状態の時はスピードが流速が少ないからあんまり関係ないですね。はい、あとは何があるかな、あ、そう、じゃあもう一つ、どういう時にどういうキャブ調整をしたらいいかっていうのをお話ししようと思うんですけども、さっき言ったように給排気系をいじってる場合ですね、まあバフラー変えたとか、ね、モロキャブパワーフィルターになってる、こういう時は調整した方がいい。まあノーマルで動くんだったらノーマルでいいんですけども、調子悪いようだったら調整した方がいいです。はい、で、次にボアアップした、はい、ボアアップしたらメインジェットを大きくしたらするのか、これねちょっと間違いなんですよ。程度によるんですけども、ボアアップした場合っていうのは別にキャブレター内のメインジェット、スロージェットっていうのは変えなくても大丈夫です。普通に動きます。むしろ変えてしまうとその空燃費が変わってしまうんですね。だから調子悪くなることの方がほとんど。ボアアップしてなおかつ給排気系をいじってるね、ボアアップしてなおかつ純正のエアクリーナー、それからマフラー変えてあるっていうんだったらメインジェットいじる必要があるんですけども、ボアアップだけしかしてないだとしたらそれはいじらなくて大丈夫です。はい、それでもボアアップしたものに合わせて、燃料も多く入れたいという場合はキャブを大きくしてください。キャブの口径を大きくする、ね、ビッグキャブ、まあ、FCR とかですね、いろいろありますけれども、キャブの口径を大きくしてください、ね、そうすることによってパワーが格段に上がることができます。でもちろんボアアップしなくてもキャブの口径を大きくするということはパワーアップすることにつながるんですけれども、まあ、流入する要はたくさんの、ね、混合器を送り込んでやればやるほどパワーアップはするんですけども、その分ですね、弊害というかどっかを上げるとどっかがダメになるので、大きなキャブレーターをノーマルにドーンとつけたとしてどうなるかっていうと、確かにですよ、確かに吹き上がりとパワーは上がるんですけども、低速の方がもうなさすぎるっていうか、例えばね、カーブでギューッとスピードを落としてそこからアクセルをオンにしてパッて開けるとですね、パコンってエンストするとか、はい、そういう状態になそういうオートバイになりますので、安易ですね、ノーマルの状態からキャブの口径をバカにギターンって大きくするっていうのは結構まあ冒険かな、やってみてダメだったってなるとその分の出費無駄になるんで、そっからまたちょっと中くらいのキャブ買い直しです。はい、これがまあ泥沼のスタートですね。じゃあ中型ぐらいのそのキャブだったらうまくいくのかって微妙にうまくいかなくてね、またそのメインジェット交換したりとかしながらですね、頑張って調整していかなくちゃいけないっていう感じになります。だから基本的にはノーマルベースでやっていってください。大きく変えるのをいきなりやらずにですね、ちょっとずつやる。で、ノーマルの状態でキャブレターいじったら速くなるかって言ったら速くなりません。はい、全くならない。調子は悪くなるかもしれないけど速くはならない。チューニングっていうのは乗りやすくすること、カスタムっていうのは乗りづらくすることです。キャブいじりっていうのはどっちかっていうとチューニングよりはカスタム向きなので、はい、普通に乗れる状態のものでいてほしいのであればキャブはいじんない方がいいと思います。はい、というような感じです。今回ですね、ちょっとトークのみでやってみましたけども、いかがでございましたでしょうか。皆さんのですね、キャブレターライフのスタートのきっかけになれば幸いです。ホワイトベースの二宮翔平でございました。ありがとうございます。